イシュチェルイシュチェルは、マヤ神話において、洪水、虹、出産等を司る女神である。イサムナーの妻でバカブの母、人間に対する破壊神としての面も持つ。イシュチェルの名は、虹の夫人を意味するほか、ガツの女神の意味があるという説もある。また、ドレスデンエ文章に見られる異名として、チャックチェルの夫人の意がある。ドレス伝言文章に描かれたイシュチェル頭にを置き、 交差した骨が刺繍されているスカートを履いた姿で表される。さらに、ドレスデイエ文書では、老女として描かれている。イシュチェルは怒ると、天の水亀を用いて地上に大雨を降らせ、さらに、空の虹に助力して、洪水を引き起こす。ゆえに、イシュチェルは、怒れる老女とも呼ばれている。この女神を沈めるには、常に生贄を捧げなければならないとされる。また、 マヤ歴での第三の月シップにはイシチェルの祭りが行われたという。ここ天気前期にプトゥン人たちによってコスメル島に新宅書が作られ多くの女性巡礼者を集めた。また、対岸付近にあるトゥルムの神殿にも壁画が描かれた。他にも、ハイナ島から出土する土偶にもイシチェルを模したと考えられるものがあるなど、商人たちからも広く信仰を集めていたことがわかる。 ありがとうございます。